ポチッとな。はい、皆さん、こんにちは。マイクです。今日はですね、私が乗ってるリーフの2回目の車検ですね。2回目の車検の見積もりをですね、ディーラーさんに行って、あの、取ってきました。そうしましたらですね、なんとですね、ディーラー見積もりがですね、15万円以上でした。で、 どう削ってもらってもですね、まあ15万円ぐらいはかかってしまうと。まあ2200円ぐらいはちょっと値引きとかはできますけど、みたいな感じでこれが限界です、みたいな形で、あの、言われてしまいました。はい。で、それでですね、あの、何にもあの、部品とかこれ買えないでやってもですね、8万円は優に超えています。そういう見積もりでした。 まあ、ちょっとあの、1回目の車検がですね、あの、一応、あの、メンテナンスパック、ゼスプの会員でしたので、あの、その、まあ、1500円に当たるですね、毎月1500円ずつ積み立てていってみたいな形で、1回目の車検はですね、5万円台で確かやってもらったと思います。ですけどね、2回目の車検からですね、あの、バッテリーだ、えっと、まあ、あと、まあ、 ワイワイパーのゴムを3本変えるとか、前と後ろですね。まあ、そんなようなこともですね、まあ、いろいろ、もろもろのことがあって、手数料もしっかり取られて、基本料金から24回転点検からですね、すべて含めて15万円以上という、こういう見積もりだったので、ちょっとですね、あの、驚いてしまいました。リーフの車検はですね、まあ、あの、比較的安いと思ってたんですけども、まあ、これだ 普通のコンパクトカーの見積もりとそんなに変わらないと思います。えー、そんな感じですね、まあ。気持ち的にはこういう感じですねあの。ちょっと落ち込みました。まあ、そうは言ってもですね、車検は受けなければ乗り続けることはできませんので、まあ、それでですね、あの、まあ、近,く近くにあるですね、あの、最寄りの、えー、まあ、あの、 もうこ,こ出していいのか分かりませんけども、あの車の用品店ですね。まあ、皆さんまあご存知だと思いますけども、ね、E 社さんで、A 社さん、2つ見積もり取ってきたんですけども、まあ、両方ですねあの、まあ、特に買えるところも悪いところもないのでってことで、まあ、あの見積もりがですねあの、ほぼ基本料金プラス法定費用。 で全部込み込みでですね、6万3000円台です。で、まあ、あえてまあ指摘されたのが、まあ、あの、これ車検とは関係ない、まあ、車検が通る通らないは、まあ、関係ないんですけども、発煙との期限がですね、まあ、1年、2019年で切れてます。なので、まあ、これはまあ、あの、まあ、期限切れ、 だからといって車検が通ら,通らないということはないんですけども、まあ、発煙筒っていうものがあの装備されているかどうかっていうことがじゅあの車検の要件になりますので、あまあ、買えるにしても、まあ、599円ぐらいですかね。えー、それで、まあ、あの個人的にあのこのショップさんでですね、あの買ってきました。で、今は付け,付け替えてですね、2023年までの、23年の3月か4月ぐらいまでの、あの 期限で記念、記念のその発煙筒がですね、あの、今、リーフについているってことですね。なのでですね、この金額よりも少しだけ下がるんですけども、ね、6万2千円台ぐらいで、あの、2つの、あの、医社さんと A 社さんですね、あの、車検が込み込みで受けられるということです。まあ、とはいってもですね、まあ、6万円台になるので、まあ、 まあ、大金は大金ですので、まあ、今回ですね、あの、自分がですね、前々からこう、やろうやろうと思ってて、なかなか実践できな、できなかったですね、こういうあの、ユーザー車検っていうものにね、チャレンジしてみようかな、というふうに考えてます。そうするとですね、一応法定費用と手数料、印紙代とかですね、あの、そういったものを全部含めるとですね、まあ、現金がですね、3万7千円台ぐらいで、あの、済みます。 リーフの場合はですね、重量税が1万5千円ですかね。あの、そうね、自賠責も2、見積もりの中では2万円台だったんですけども、もう、な,なんか違うところでちょっと調べてみたら、2万1千円ぐらいで、あの、自賠責が取れるみたいですね。ちょっとその辺が,がちょっとよくわからないんですけども、まああの、 重量税はですね、1万5千円でってことです。らしいです。あの、コンピューターで叩くと、あの、出てくるってことで、一応、ま、これは、まあ、あの、このぐらいの金額で済むんじゃないかってことで、あの、算出してます。ユーザー、ユーザーさけですね、自分で持ち込んで、車検場に持ち込んで、ラインを通す。で、悪いところがあったら、後整備で、あの、まあ、あの、後整備、 をやればいいわけですね。うん、まあ、それは、まあ、あの、義務、義務なので、もう、罰則とかもそうないですので、必ずやる、やらなければいけないとか、そういう問題でもないということなので、まあ、あの、折を見て、二十四ヶ月年金をやると。そういう後整備っていうことで、あの、とりあえず車検だけは、あの、期限までに通さなきゃいけないので、あの、やるということで。その時にかかる費用が、まあ、三万七千円台で、 済みますってことです。だから、15万円かける価値があるかっていうと、ちょっとその辺はですね、手数料とかいろいろそのディーラーさんの方の維持、あの、会社の、運営してくるためのですね、そういうなんかこう、経費とかで、従業員の給料とかですね、その建物の、まあそういうディーラーのね、あの、維持があります、維持、維持費がありますので、まあ、多少割,割高だということは分かってます。まあ、まあ今の車はですね、5年でまあ、ポシャル、 ごめん、5年でまあ、寿命になるような、そんな車、そう、そうないと思いますので、まあ、リーフもですね、五択に燃えずですね、あの、しっかり作ってある車の一社室だと思ってますので、まあ、2回目の車検はですね、こう、ユーザー車検をやってみてもいいのかな、そんな感じで考えています。まあ、そんな感じでですね、あの、こういう、あの、風に考えに至った経緯でございます。 それで,ですね、今回もこの辺りで失礼いたします。もしよろしければですね、あのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ご視聴あり,ありがとうございました。マイクで。いて